私の一番可愛いところ軽く歌って、なんだっけあれ、気づいちゃいましたか、しか出てこない。あれ気づいちゃいましたか。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる、だだ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 だ、私もそれに気づいた、だからそれ可愛い、あれ可愛いなんて、たしゃ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 はへははへはへなんてありえないでしょ。思い出しました。毎日30秒褒められまくったお菓子は他よりちょっと、あーまだ、ね、前に聞いたような、さすがにそれなんか変だけど、私は言われたいタイプでして。あの動画のメスさんマジで誰おい、失礼だと思わないのか。おい、人に向かって失礼だと思わねえのか。ネットだよ。毎日毎日裏鉄板の上で焼かれて夜に飲んじゃうよ。この流れでラビラビチュご褒美ラビチュ、噛みついて骨までチュッチュッチュ。さっきの人呼んできて、東京シャンディーランデブ、東京シャンディーランデブ知らないんだって。ねね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 その時が来たって何もなんないね。なんでうろ覚えなの。やめと、マジでなんか、そう、かん、覚えようと思って曲を聴かないと覚えれないんだよね。だからこれもさっきの記憶力が悪いのとこに通じるんだけど、年と高橋覚えれんくなるよね。マジで覚えれん、マジで覚えれない。ひなのの歌歌って、ひなのちゃんですねえねえ、なんとかひなのちゃんですしか知らない。でしょ、バカにはしてない、マジでそこしかわかんない。まだニーとニーとニーとイートミート歌えるよ。ニーとイートミートは結構歌えるな。ナズピの着信音みたいなやつ欲しい。どういうこと、なんだっけ、ナズピの着信音なんかあったよね。ナズピのピピピわかんない。ピピナズピッピーみたいなごめん、ツイッターをあんま見てなくてね、メト、ちょっとしか聞いてないんだよね。動画出てるぞ。あ、そうなんだ、 YouTube にあるんや、見せなかった。でも最近マジでなんかあんま曲聴いてないな。うん、なになになに神氷、あれを流せばこの通り、あれだけはめっちゃ聴いてる、あれだけはめっちゃ聴いてる、かわいい、マジで。何それ、わ、知らないんだ。触ったら逮捕、ごっくちゅ出てこ、1,2,3,4、ごめんなさい、ごめんなさいが聞こえないのやつ知らないんだ。マジでかわいい、あれ頭に残るよね。ああいうなんか頭に残る歌ってすごいよな。最近携帯見してを再流行りしてない、わかんない、もう流行に追いつけないよ。唯一流行に追いつけるのが、その触ったら逮捕、ごっくちゅ出てこうだよ。マジでおばあちゃん置いてかれてからが一瞬だぞ。いや、もっとなんかやめてそのご老人の井戸端会議みたいな配信にすんのやめてよ。うちだってまだ今必死にしがみついてんの。メッサンで流行知ってるから頑張って追いついてくれ。うわ、背負うのきつー、背負うのきつくないそれ。うん、確かにメトが背負うしかないか。